私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。予期せぬ非常事態を象徴するかのような23時発表だったのだろう。キンプリの5人がバラバラになるとは全くと思えなくて、2022年11月で最も反響の大きかったスクープを再掲載。11月4日、ジャニーズ事務所は、キング&ピンス、キンプリ、メンバーの平野紫耀、25、岸優太、27、神宮寺優太、25、の3人の退場を発表した。3人は、2023年5月22日をもって、グループを脱退する。平野と神宮寺は、脱退と同時に、ジャニーズ事務所を退所し、岸も、2023年秋に、退所する。残る高橋海人、23、永瀬廉、23、は、ジャニーズに残り、キング&ピンス、として、活動を続ける。今回の発表は、23時過ぎという夜の遅い時間に行われた。このことについて、ジャニーズ事務所は公式サイトで、こう記している。この度のご報告につきまして本日23時という大変遅い時間帯でのお知らせとなりました。こと深くお詫び申し上げます。当初、明日11月5日の叱るべき時間帯に皆様へのお知らせを予定しておりましたが、準備を進める中で憶測による情報が先行して流れる可能性がございましたので、急遽お知らせするタイミングを早めることといたしました。そして、本日に設定する上で、キング&ピンスが出演するテレビ番組の放送時間を考慮した結果、23時という時間帯を設定するに至りました。長年、マスコミ業界に携わる関係者はこう話す。今回の23時過ぎの発表というのは驚きました。先日の滝沢秀明氏のジャニーズ事務所退社の際もそうでしたが、新聞朝刊の時間帯に情報解禁となることが非常に多いんです。今回の発表は異例の形だったと思います。さらに、ジャニーズ事務所のコメントにもあるように、この日は21時から、ミュージックステーション、テレビ朝日系にメンバー全員が生出演。22時からは、平野主演のドラマ、クロサギ、TBSK、が放送されるとあって、業界内では動揺が広がっていた。夕方18時頃には情報をキャッチしましたが、最初に耳にした時にはこんな日に発表されるわけがないとしか思えませんでした。ただでさえ、テレビ各局で毎日のように登場している人気絶頂の彼らですからね。局内でも、おいそれと事実確認をすることさえはばかられました。実際に話を聞いても、そんなことは聞いてない、という人もいれば、どうやら本当らしい、という人までいて、5時間近く、疑心暗鬼のまま過ごしました、テレビ局関係者。別の理由から、脱退情報を信じられなかったマスコミ関係者もいた。キンプリはジャニーズの中でもダントツの仲の良さを誇っていたんです。最近では、10月9日に決勝が行われた F1 日本グランプリにキンプリメンバーが来場したのですが、その現場には2021年3月末に脱退、退所した岩橋、玄樹、君がいたんです。サーキット場から見上げて、スタンドにいる岩橋くんを見つけるなり、5人は手を振って岩橋くんを含めた自撮りをしようとしたり、後には6人で写真撮影をしたりしていたほど、もともとデビューの際にも平野くんが、6人一緒にデビューしたい、とジャニー北川さんに直談判したのは有名な話です。なので、キンプリの5人がバラバラになるとは全くと思えなくて、発表が出ても、にわかに信じられない決断であることは間違いない。芸能担当記者はこう話す。たまたま滝沢さんの退社と近い時期の発表にはなりましたが、それと今回の3人の退社は関係ない話だと聞いています。しかし、未だになぜこういう決断でまとまったのかはわからない。業界内は激震ですよ。退所する3人は、元スマップへの3人が、新しい地図を作ったように、辞めてからはキング&ピンスの曲を歌うこともできなくなります。ジャニーズ側も、ここまでの人気タレントを簡単に手放したくなかったでしょう。
いずれにせよ、予期せぬ非常事態を象徴するかのような23時発表だったのだろう。キンプリ脱退、前代未聞の23時発表の裏にあったマスコミの疑心暗鬼5時間。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。